おはよう。10分前にウィニペグ郊外のミラーキャンプというところを出てサスカチュワンという方向に向かってます。まあしかしそれにしても昨日の夜はすごかったな。昨日はちょっと嵐でね、ちょうど木の下に車を止めてあったもんだから、降ってる雨プラスダダッとこうまとまって車の屋根に落ちるとね、かなり大きな音がするんだよね。木が折れたらやべえなぐらいの風も吹いてたしな。いやしかし蒲田らしいよね。こんなにさ、道路まっすぐで、しかも鉄道もこんなに長くて、それがこんなに一緒に時間走れるなんてところは、ちょっとこれはアメリカでもないやな、あんまりな。日本なんかとんでもないやな。に入ったかもしれんぞ。あ、入ったね。サスカチュワンに今入っていました。マニトバからサスカチュワンです。また追いついちゃったよ。随分この客は一緒になるね。撮り鉄としてはもうこれ最高の場所だよね、ここ。でも俺がね、撮り鉄だということは本当に分かんなかったね。こんなにもね、興奮するもんかね。去年のあのアメリカからだよね、あれってな感じだもんね。俺ってそんなんだったっけみたいな。な、さあ、またあれだよ、機関車のところに来たよ。またうまい具合に後ろからも車が来てないし、60マイルかな。だから96キロで走ってるっていうことだな。こんな長撮りできるところがあるなんてさ、ありえねえだろう、こんなの。Hello, hello, hello. Thank you, thank you. They know. I know, I know, I know. きっと俺のために鳴らしてくれてるんだろうな、あれ。ありがたいね。こんなさ、え、何分間並走してる。信じられないね。すごいすごい。こんなことがしかもできるなんて、本当。選手、俺のこと分かってるのかな。なんか分かってるっぽいよ。俺が横にいるとプーって鳴らしてくれるっつうんだよ。嬉しいね。ね、はいはい、Thank you。はいはい。Okay, okay, okay, okay. I know, I know, I know. ガンガン鳴らしてるね。一体これいつまで続くのかな。これは随分でっけえものを積んで、オーバーサイズだね。なんでしょう、タイヤだよこれ。すごいタイヤだなこれは。こんなタイヤ見たことねえな。なんだよこれ。ほら、5本か。すげえ、これは特殊な車両だよな。なんか1日が長いんだよね。時間が戻ったでしょ。
だから今までの感覚よりもやっぱり戻されてるから、なんか同じ時間帯に出てもなんか時間がね本当に伸びた感じがして、ね、サスカトゥーニャン参った。何にもないわけだから、とにかく農地だからさ、みんなこういうところに泊まろうとは思わないんだよな、俺を除いて。今さ、時間は7時だよ。7時ね、まだあの日の高さは、それはあれだろうな、あと2時間はいくだろうな。やっぱり9時だと思うよ。すごいな、この日の長さ。なんと知らない間にもう一つ時間帯に入ってたね。だから今までが中西部だとすると、今度はマウンテンタイム。だから、東海岸からだと2時間遅れてるってことになるから、東海岸時間のこの車の時計が今8時半。今6時半だもんね。2日で2時間戻ったっていう感じになるね。そうか、そういうことか。これもなんかなかなか面白い感覚だよな。賑やかな、なんか随分賑やかなとこなんだけども、なんとかギリギリセーフでゴールデンフューキャンピンググラウンド25ドルゲット、やったー。いい、はい、混んでますね。お疲れさん。